今回はドフラミンゴが、ローの白煙病に対して調べていた、ドキの読者の反応集を紹介していきます。ドフラミンゴファミリーには真摯に、向き合うスタイル嫌いじゃない、白煙病にも偏見を持たず、将来の幹部候補として教育を、させる、立派な大人と言える。ちょっと41歳で、独裁者至高なこと、以外は、 案外いいやつなんかもしれんドフラミンゴのいいところ仲間は大切にする目的のためにはなりふり構わない野心がある損切りもできる不測の事態にも対応できるドフラミンゴの悪いところ敵に容赦ない意外と強大な敵に強く出れない影のどんぶってる割に表に出るああと身の家族しがちドフラミンゴファミリーって今思えば がっつり戦闘能力に特化してるやつ少なくない街道のところ三田小屋からそう思ったシュガートかなあとピーカは強かったんかなぞい片タクリとかキングみたいな絶対的なナンバー2いないよなドフラミンゴペルゴは強いもんベルゴ強さがいまいちわからんまにロウに倒されてたやん武装色狂気なオーラ出してたけど普通に切られてて 期待外れやったわ。最悪ドフラミンゴがみんな倒せる。って設定だから。だからドフラミンゴは七分未止まりなんだよ。四スメラギにはなれない。けど、ドフラミンゴがパラミシアの可能性示してくれたから、その点は感謝しとるで。まあ、覚醒してないルフィに負けた上に、ルフィはゾーン系だったんやけどな。